お願いします。ありがとうございます。はい、いい女の田辺よ。あら、今日は声が出てますね。まあね。おー、ちょっと聞いてくださいよ。何よ。私ね、もう早く結婚したいんですよね。わかる。私ももう明日にでも結婚したい。わかる、うん、私ね、憧れのシチュエーションがあるの。どんなの？ねえねえ、ご飯にする？お風呂にする？それとも私？飯だよ。はるちゃんがそんな風にふざけたら旦那さん疲れ取れないよ。中華にする？洋食にする？それとも和食？全部ご飯だ。なんでよ、田辺さんふざけてるじゃん。田辺さんは家にいられるだけでおもれえだろ。存在がふざけてんだよ。バカ！田辺さんってなんていつも面白いんですか？尊敬してます。まあね、この前女友達に2万円の蜂蜜買ったのって自慢したら、田辺ついに熊のプーさん超えたねって言われたわ。プーも震えてますよ。じゃあ私、女磨きのためにダイエット始める。ダイエット？うん、あんり一緒にやろうよ。簡単に言うんじゃねえよ。え、まあ、私に痩せてほしいんだったらさ、うまい飯以上の幸せ持ってこいよ。だいたいね、痩せたら幸せになる。私もダイエット始めるわ。黙る出来もしないのに。ダイエットってバカ野郎。間違えました。こっちには優しくするんだった。でもほら田辺さん、ダイエットって難しいですよ。まあね。この前ダイエットの LINE グループに入ってたんだけど、嘘の食事報告したのがバレて退会させられたわ。なんでバレたのかしら。痩せてねえからだよ。ウケる。はーい、あんたたちありのままの自分を愛してくれる人を見つけなさい。はい、バーイ。ありがとうございました。